で、まあ、その僕はこのトレーニングを1日10分ちょっとで、それを週2回ぐらいのペースでやってるんですけど、どうもショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もちょっとこう視聴者の方からいただいた、まあ、リクエストというか質問というか、まあ、それに回答するような形で、まあ、動画を撮影させていただくんですけども、トレーニングに関して、ちょっとシェアをさせていただきます。トレーニングどうしてるんですかっていう質問が多かったので、僕がやっているトレーニング方法を、まあ、シェアするという形にしたいと思います。健康ネタを何かやろうと思ったら、もう僕の考えの範疇を超えた領域の人たちからそれはダメだって言われて、なのでそれからはなんかこれいいからやってみてというよりかは、なんか僕はこれやってるよ、すごくそれで調子がいいよっていう、そこまでのシェアとさせていただきます。じゃあ早速いきましょう。今からやるトレーニングでこんな体型を維持してますっていうのを簡単にシェアさせていただきます。本当はこのトレーニングをやる前はこんな感じで、やった後はこんな感じでっていう、そのビフォーアフターな部分も見せられればいいかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとあいにくビフォーの写真がないので、今回はちょっとこういう体型を維持しますとこだけシェアさせていただきます。まあ、とりあえずこんな感じの体型を維持してます。だからその腕もそんななんか、うわ太いっていう感じではないですし、なんか胸もまあそんななんかもっこりしてるっていう感じではないんですけど、まあちょっとあるって感じで、で腹筋もなんかここら辺ちょっとあの丸いのが出てるなっていう、うっすらなんか割れてる感じはわかるけど、でもそんなバキバキじゃないよっていう感じですし、あの背中はこんな感じです。これがいいのか悪いのかっていうところはちょっとあなたの判断にお任せしますけども、とりあえず僕はこういう体型に今なってますということで、まあ、これからもちょっとどんどんブラッシュアップはしていく予定です。はい。で、まあ、この動画を見てるあなたは、おいショッピー上半身だけかと、足も見せろよっていうふうに思うかもしれないので、足はこんな感じになってます。どうですか、なんかこれがいい悪いって僕全然自分の分からないんですけども、まあ、一応こう脂肪という脂肪はどこにもついてないのでまあいいかなみたいな感じなんですけども、このトレーニングをやって一番びっくりしたのが、ここの脂肪以外全部なんかもう脂肪がなくなったんですよ。全然脂肪がもう震えないんですよ。そうなので本当にこう全身を鍛えてるなっていう感じがあります。で、まあ、その僕はこのトレーニングを1日10分ちょっとで、それを週2回ぐらいのペースでやってるんですけど、筋肉も、まあ、ある程度つくし、持久力もつくし、なんか疲れない体になってるしっていう、感じですね。はい。じゃあということで、今から僕はこういうトレーニングをやってますっていうのをシェアさせていただきます。今から10分ちょっとのトレーニングを週2回ペースでやっています。はい。なんかヘンチクリーンな配置になっちゃいましたけども、まあ、とりあえずこれで今からトレーニングを始めていきます。よろしくお願いします。で、10秒休憩します。
で、また10秒お聞きします。見にくいっすね。ちょっと位置を整えて。ああ、わわ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 わ、また10秒休みます。ちょっと見やすいところですよ、セッティングし直してと。難しい、てかこの部屋やっぱ狭いな。一見地味に見えるんですけど、
連続でやってるんでめっちゃ来るんですよ。で本来ならこのあと5分間あのマットの上に座って瞑想っていうことをするんですけど、ちょっとなんか瞑想してる時間がもったいないなって思っちゃってるんで、はい、ちょっとルール破っちゃってますけども、今からジュースの方を作っていきたいと思います。あとちょっとこの部屋狭いとか撮影しにくい環境だとかちょっとディスっちゃって、この建物を建ててくれた人、この物件を管理してくれる人、申し訳ございませんでした。今日のメニューはゴーヤとバナナ、それにレモン汁をかけて、いただきます。なんか今までで一番スムージーっぽくなりました。グリーンスムージーって感じ。それではいただきます。あ、匂いがいいですね。ゴーヤのにがりが3割、バナナ6割、レモンが1割みたいな。美味しいの中にちょっと苦味があるっていう感じですね。ごちそうさまでした。じゃあ今からまた通常通りブログということで、今日は髪を切りに行きたいと思います。それでは今から仕事をしがてら髪を切りに行きましょう。でも本当にこの動画、このチャンネル見てくれてる人がいなかったらこんなことできてませんよ。ありがとうございます。着きました。1000円カットです。1000円カットのクオリティも最近めっちゃ上がってますよ。失礼します。はい、という感じで切ってきました。ってかやばいな、こうやって見るとやばいな俺の髪。はい、まあ、こんな感じ切っちゃうんですけど、まあまあまあ、この動画を見てあなたからキャーとかえーとかこっちに伝わってきてますけども、はい、まあ、1ヶ月から2ヶ月にかけて徐々にこう僕の髪に馴染んでくるような、まあ、そういう設計になってますんで、なんかめっちゃムサくなっちゃいましたね。ということでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今回の動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたということでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ワックスつけてどこぐらいまで回復するかっていうか挽回できるかっていうところですよね。はい、とりあえずしばらくはお見苦しいところが続くと思いますけども、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。